効率的市場仮説。金融経済学における効率的市場仮説。効率的市場仮説とは、市場は常に完全に情報的に効率的であるとする仮説。ここで言う情報的に効率的であるとは、金融市場における、金融商品の価格がその商品の価値を決定づける、情報を反映しているという意味である。効率的市場仮説に従えば、 株式取引は株式を常に公正な価格で取引していて投資家が株式を安く買うことも高く売ることもできないということになる。すると、銘柄の選定や市場のタイミングから市場の平均以上の実績を得るのは不可能である。市場を効率的とみなすための主な仮説には以下のようなものがある。金融理論は主観的なものである。言い換えると、 金融には証明された法則はなく、あるのは市場の営みを説明しようとするアイデアだけである。効率的市場仮説には、Weak、Semistrong、Strong という3つのバージョンがある。Weak 型の仮説は、株式や債券、不動産のような取引資産の価格は、過去に公開された情報べて反映したものであると主張する。Semistrong 型仮説は、 過去に公開された情報の反映に加えて、新たに公開される情報が瞬時に価格に反映されると主張する。ストロング型の仮説には、隠されたインサイダー情報さえも瞬時に価格に反映されるという主張がさらに加わる。効率的市場仮説に批判的な論者は、市場の合理性への過信は2000年代後半の強行を起こしたと非難する。対して、用語論者は、 市場効率性は未来に不確定性を否定するものではなく常にまとなるわけではない世界の単純化であってほとんどの各個人の投資目的に対して実質上効率的なのだと言明する。歴史的には効率的市場仮説とランダムウォーク仮説そしてマルチンゲールモデルは近しい結びつきがある。株式市場価格のランダム特性のモデル化は百六十三年に フランス人仲介業者、ジュール・レノーによって最初になされた。その後フランス人数学者、ルイ・バ・シュリエの1900年の博士論文、ザ・セオリー・ウフ・スペキュアレーション、陶器の理論でモデルされている。この業績は1950年代までほとんど無視されていたが、1930年代の分散した独立な研究結果によってこの博士論文が強化された。 少数の論文は、米株価と関連する金融受系列が、ランダムウォークに従うことをほのめかした。アルフレッド・カウルズの30年代と40年代の研究は、一般に、プロの投資家が市場を上回る実績を上げるとはない、ことを示唆した。この仮説は、リスク資産で収益を上げるビジネスの重要性を、決定づけている。効率的市場仮説は、 シカゴ大学ブーススクールオブビジネス教授のユージン・ファーマが1960年代初頭に出版した博士論文中で研究した学術的な概念によって発展した。これは1990年代に行動経済学が冒険から主流に昇格するまで広く受け入れられた。実証的分析は効率的市場仮説の問題点を継続的に見つけていて業績に対して 価格の低い、同様に、キャッシュフローに対して、あるいは、帳簿価格に対して、価格の低い株式は、他の株式を取引するよりも利益が高くなるという、分析、バリュー株効果は、特に継続的に見つかるものである。認知バイアスが非効率性を引き起こし、投資家に、割安株よりも割高な成長株を購入させると、する新しい学説も提唱されている。 このような十分な根拠と継続的な非効率性の観測によって、市場効率性は非難の対象となっているが、b チーラの2000年のサーベイは、効率的経済仮説を議論の重要な出発点としている。効率的市場仮説は1960年代、中盤に突出した学説として持ち上がった。ポール・サミュエルソンは、バシェリエの研究を経済学者に留付し始めた。 上述したバシェリエの実証研究に則る博士論文はポール・クートナーの編による1964年のアナロジーに掲載された。1965年に友人ファーマはランダムフォーク仮説を主張する博士論を書いている。さらにサミュエルソンは市場が効率的であれば価格がランダムフォークの挙動を示すことを証明した。この記事は 効率的市場理論を支持する文献として、しばしば引用され、必然性を断定する手法として利用されたが、サミュエルソンは、このような後ろ向き推論に対する警告として、同論文中で、実証にのっとらない行為から実証的な結果を引き出すことは、不可能であるとべている。1970年に、ファーマは、効率的市場仮説の理論と根拠の両方についての、 レビューを発表している。このレビューは、ストロング型、セミストロング型、ストロング型の3つの金融市場効率性講述を定義するなど、理論を拡張し洗練させている。株式市場は、マクロに効率的なのではなく、ミクロに効率的だという議論がある。この考えの支持者は、サミュエルソンで、効率的市場仮説は、株式市場全体よりも、 個別の株式に対しての妨害を当てはまることを確かめた。回帰と分布図に基づく調査はサミュエルソンの断定を強く支持している。この結果は非営利団体や営利団体、証券会社やコンサルティング会社等を含む様々な団体提供をする広範な経済トレンド予測の理論的な正当化でもある。A 株式市場がウィーク型効率的というこの根拠に加えて 資本市場の他の調査は、セミストロング型効率性を指し示している。カーンの研究によると、穀物先物市場は、大手投資家の保有情報に、追従しセミストロング型効率性を示す。ハーン、1986。イギリスのファースは、企業を買収生命後の株価の売り注文を比較した。ファース1976、1979、1980。 ファースは株価が正しいレベルに完全かつ瞬時に調整し、A 株価市場がセミストロング型の効率性を持つと結論づけた。しかし、市場が短期間の買収声明のような広く公表されたイベントに対して率的に反応する能力は、他のより長期的な無形の要因についての市場の効率性を必ずしも証明するものではない。デビッド・ドレマンは即時の反応は、 効率の必要条件ではなく、市場が長期的にも効率的かどうかの検証には特定の動きに反応する株式の長期的な利益の方がより良い指標であると指摘して、この瞬時の効率的反応による根拠を批判した。通常の公用局大化エージェント以上に効率的市場仮説はエージェントが合理的な期待を持つことを要求する。つまり、 たとえどの個人がそうでなかったとしても、平均的を取った母集団が正しく期待を持ち、いつ関連情報が現れてもエージェントは、適切に集団の期待を更新するということである。ここで、エージェント自身が合理的であるということは要求していない。効率的市場仮説は新しくもたらされた情報に、投資家の個人が過剰に反応したり過小に反応したりすることを許容する。 法律的市場仮説が仮定するのは投資家の反応がランダムな正規分布のパターンに従うという要求のみである。この要求は特に手数料やスプレッドのような売買コストを考慮した時に市場価格への賞味の影響が異常な収益を得るための信頼して利用できる情報とならないようにするために設けられる。そのためどの個人があるいは全員が 市場のことを誤解していても良いが、市場全体は常に正しくあることになる。効率的市場仮説には、一般的にウィーク型効率性、セミストロング型効率性とストロング型効率性の3つの様式があり、それぞれは異なる市場の営みを仮定している。ウィーク型効率性では、過去の価格の分析から、未来の価格を予想することはできないことが仮定される。 株価の履歴やその他の履歴に基づく投資戦略を用いて長期的に過剰報酬を稼ぐことはできない。何らかのファンダメンタル分析が過剰報酬をもたらすことがあったとしてもテクニカル分析の技術が過剰報酬を継続的に生み出すことはない。株価は系列依存性を見せず言い換えると資産価格にパターンは存在しない。これは 未来の値動きがもっぱら価格に含まれていない情報によって決定されるということを暗示している。このようなソフトな効率的市場仮説は価格が均衡またはその付近に止まるということを要求せず市場参加者が市場の非効率性からシステマチックに利益を得ることができないことのみを窮する。しかし 効率的市場仮説はファンダメンタル情報の変化がない時の全ての値動きはランダム、つまりトレンドを持たないと予想するが株式市場が数週間かそれ以上にわたるトレンドを持つという市場の傾向を多くの研究が示しておりさらにトレンドの強さと長さには性の相関があるという研究もなされているこのような大きくて明らかに ヒランダム的な値動きについての様々な説明が発表されている。すべての入手可能な情報を反映したアルゴリズムによる価格構築の研究は情報科学分野の広範囲で研究されている。ウィーク型の効率的市場仮説を検証する斬新なアプローチとして情報理論から導かれた数量化を用いる手法がある。この方向性ではズニーノラは 情報の効率性が市場規模及び経済発展のステージと関係することを見つけた。バリビエラらは重要な経済イベントの情報効率性への影響力を明らかにした。ズニーのバリビエラと共著者ら経済物理学者が提案した方法論は既存の経済学の技法に代わる新たな選択肢であり価格時系列に潜在する確率的または カオス的な力学の変化の検出を可能にする。セミストロング型の効率性では、新しい情報が得られた時に、株価が急速に勝つ方よりなく調整すると仮定し、そのために情報に則っ,った取引では過剰報酬を得られないとする。セミストロング型の効率性では、ファンダメンタル分析もテクニカル分析も過剰報酬をもたらさないことになる。 セミストロング型効率性が検証されるためには、それまでに知られていなかったニュースへの調整が適正な大きさで瞬時に起こらなければならない。この検証には、初期変動の後にそれと同方向の上昇、または加工の調整を探すことになる。このような調整が存在すれば、投資家の情報解釈に偏りがあるため、その非効率性を示唆することになる。ストロング型効率性では、 株価川港及び内輪のものを含んだすべての情報を反映していて、過剰報酬は誰も得ることができないことになる。インサイダー取引法のような法的防壁によって、内輪の情報が公になることを防いでいる場合には、法律が普遍的に無視されるような場合を除いて、ストロング型効率性の成立は不可能である。ストロング型効率性を検証するためには、 投資家が長期にわたって継続して利益を上げるのが不可能な場所に存在していなければならない。運用投資会社が長期にわたって市場を出し抜いていたとすればストロング型効率性からはどんな反論も許されない。しかし数十万人のファンドマネージャーがいる中で効率性が予想するように利益が正規分布に従っていたとしても数十人の スター投資家は生まれてしまうのである。とジョセフ・スティグリッツが1980年に発表した論文における経済学の理論モデルはストロング型の効率的市場仮説について新たな示唆をもたらした。当該論文中で述べられている市場効率性に関するパラドックスをグロスマン・スティグリッツのパラドックスという。グロスマンとスティグリッツは市場参加者が 金融資産の真の価値についてノイズを含んだ非公開の指摘情報を持っている場合の金融資産の価格形成について考察を行った。彼らは合理的期待金衡と呼ばれる一般金衡のフレームワークを用いて金融資産の価格に全ての市場参加者の指摘情報が反映されることを示した。ここで問題になるのが価格から得られる情報があれば 市場参加者の持っている指摘情報は、資産の真の価値を推測するにあたって有用な追加的情報をもたらさなくなるということである。よって、情報収集にコストがかかるのであれば、市場参加者は情報収集を行わず、価格から得られる情報で資産の真の価値を推測する方が合理的となる。しかし、市場参加者が指摘情報を持たなければ、そもそも価格に 市場参加者の指摘情報は反映され得ない。よって、情報収集にコストが存在する場合は、均衡が存在しなくなる。このような状況を指して、グロスマン・スティグリッツのパラドックスと呼ぶ。この問題は、グロスマンとスティグリッツによって定式化されたモデルに、限らず、ストロング型の効率性を達成している、市場価格について沿用できることから、大きな影響をもたらした。 実証研究において、アナリストの情報が開示された時に、価格の補正が行われるという結果、つまりストロング型の効率性が成立していないという結果がいくつか存在するが、これらの情報は有料情報であり、クロスマンとスティグリッツの結果と整合的になっている。よって、ストロング型の効率性は成立していないとファーマは1991年の論文で述べている。 これらの結果から定量的な手法を取る研究者の多くはウィーク型とセミストロング型の効率性の製品について焦点を当てるようになっている。結合仮説問題とは市場効率性の証明や反証のような十分な検証を絶対的に不可能とするものである。市場効率性を検証するためには効率的な価格設定の挙動についての何らかの モデル化必ず必要になる。そして実際の価格がモデルに従うかどうかによって効率性を検査できるわけであるが、ほぼ必ずモデルの不正立が示されてしまい、市場が効率的でないことを指示する結果を調るべてしまう。結合仮説問題は、このように非効率性を示す検証結果が出てしまうのは、モデルの不完全性に原因があると捉えるものである。 考慮に入れることができない要素は多く存在するが、市場効率性を仮定すると、考慮できない要素も、また合理的な基盤を持つことになる。これらの考慮できない要素が何者なのかを説明する、必要はなく、これは説明の間違いを証明される恐れがあるため、危険な行為であると言える。また考慮に入れることができないようなその要因についての、存在しないことの証明は、不可能であり。 検証が不能な市場効率性は単に慣れ立っているだろうと考えれば良いのである。投資家、ウォーレン・バフェットのようなと研究者は効率的市場仮説について実証と理論の両方から論争を続けてきた。行動経済学者はこのような金融市場の不完全性の原因を認知バイアスの組み合わせに求める。認知バイアスとは推論及び情報処理における過信、過剰反応、 代表性、バイアス、情報バイアスやその他予想される多様なヒューマンエラーである。これらはダニエル・カーネマン、エーモス・トベルスキー、リチャード・セーラーやポール・スロビックのような心理学者によって研究されてきた。推論におけるこれらのエラーにより、ほとんどの投資家は割安株ではなく割高な成長株を買い、その結果、まさしく吟味した投資家が 帰り見られなかった割安株の掘り出し物や成長株の暴落で利益を得ことになる。投資家は春にはリスクのある投資を、秋には安全な投資を好む傾向がある、と述べられている。実証的な根拠は様々なもので混沌としているが、一般にストロング型の効率性を支持していない。1995年のドレマントベリーの論文によると低い P。 E の株式はより大きな利益を上げている。レイボールは、このような高い収益は、高いベータに起因すると主張し、これはアノマリーが現代ポートフォリオ理論によく、乗っ取っていることを説明しているとして、効率的市場論者に受け入れられたが、ドレマンはさらに前の論文において、レイボールの主張を反爆している。ある年数にわたって低い利益を上げた株式を、敗者とみなしたとする。すると、 勝者は同程度の期間にわたって高い利益を上げた株式ということになる。ベルナーデボンとリチャード・セーラーの研究によれば、米国株式市場において敗者のリターンは勝者のリターンを上回ることが確認されたリターンリバーサル効果。しかし、このデボンとセーラーの研究結果は効率的な市場という価値観に基づいた資産価格モデルである。 ファーマイコールフレンチの3ファクターモデルで説明できることが実証されている。また後の研究では、ベータが平均利益の差を説明しないということが示されている。敗者が勝者になってしまうという長い地平線上での利益の逆転傾向は、効率的市場仮説のさらにもう一つの反証となっている。収益の逆転を正当化するためには、敗者は勝者よりも、 はるかに高いベータを持っていなければならない。この研究は、ベータの差が、効率的市場仮説を救うという期待が、実はそうではないということを示している。最も重要な効率的市場仮説アノマリーとして、モメンタム効果がある。ジャガディー氏とティットマンによって確認されたモメンタム効果についての、金融経済学の膨大な文献がある。彼らは、米国株式市場において、 過去3から12ヶ月にわたって比較的高、低位利益を生み出している株式は、次の3から12ヶ月も利益が、高、低くなることを、統計的に実証した。特にこのジャガーディッシュとティットマンにより発見された、モメンタム戦略の優位性は、ファーマイコールフレンチの3ファクターモデルで説明できない、ことから、効率的市場仮説に対しての重大なチャレンジと、みなされた。モメンタム戦略は、 利益の高いものを買って、利益の低いものを売り、リスクを調整して平均的に性の利益を得ようとするものである。単純に株利益に基づいているため、モメンタム効果はウィーク型効率性を否定する強い根拠で、ほとんどの国の株利益、企業利益や公的な株価市場を示せ数において観測されている。しかも、ファーマは、モメンタムは一等のアノマリーだと受け入れている。 陶器的な経済バブルは明白なアノマリーである。経済バブルではエスカレートする市場を真理、根拠なき熱狂を作って基本的な価値を無視した買いに市場が頻繁に動かされる。このようなバブルの後の典型的な現象として加熱した売りへの過剰反応が起こり、抜け目のない投資家が掘り出し物価格で株式を手に入れるのを許すことになる。 ジョン・メイナード・ケインズの有名な言葉にあるように、あなたが支払い能力を維持できる期間よりも長く、市場は非合理であり続けられるために、合理的な投資家が非合理なバブルで空売りして、利益を得るのは難しい。1987年のブラックマンデーのような、唐突な市場崩壊は、効率的市場の眺望からは不可解なものであるが、ウィーク型効率的市場仮説では、 統計的に稀な事象として許容されている。バートン・マルキールは中国のような特定の新興市場が実証的に効率的ではないことを警告していて、上海や新鮮のような市場はアメリカの市場とは違って強い系列相関、価格トレンドがあり、ヒランダムウォーク的で操作の形跡を示しているという。株式市場取引への行動心理学的なアプローチは 効率的経済仮説、並びにまさにこのような非効率性を利用した、いくつかの投資戦略の対抗馬の中でも特に、有望なものである。しかし、ダニエル・カーネマンプログラムの共同出資者である、ノーベル・ローレンスは、投資家が市場を出し抜くことへの会議論を表明し、彼ら、投資家、はそれ、市場の出し抜きをやってない。そのようなことはあり得ない。と述べた。実際に、 効率的市場仮説の擁護者は、行動経済学は競争市場ではなく、個人と集団のバイアスを強調しているという点で、効率的市場仮説を強化していると主張する。例えば、行動経済学の一つの突出した発見に、個人は総局割引を使用するというものがある。債券、提当、出資や類似の市場原理にさらされる金融機関が、 総局割引を行わないのは明らかに真実である。これらの債務の根付けの中での総局割引のあらゆる発露は、さやドリバイバイを招き入れて、個人バイアスの痕跡を速やかに消していく。同様に、分散投資、デリバティブ保証や、その他のヘッジ戦略が、行動経済学の強調する個人の深刻なリスク、許容性の低下、損失回避を消し去らないまでも忘る。 それに対して、経済学者、行動経済学者や、投資信託マネージャーは人間なので行動科学者が、陳列するバイアスに拘束される。反対に、行動経済学プログラムが強調する個人の、バイアスの市場の価格シグナルへの影響ははるかに、小さい。チャードセールは認知バイアスについての自身の研究に、基づくファンドを開いている。2008年のレポートの中でセールは複雑性と、 群集行動が2008年の金融危機の中心だと同定している。さらなる実証的な取り組みは売買コストの市場効率性の概念への影響を強調し市場の非効率性に関連するあらゆるアノマリーが投資情報を得るための費用を支払い投資家の費用便益分析の結果あることを強い証拠を持って示唆している。付け加えると流動性の概念は 異常な収益を検証する非効率性を捉えるための決定的な要素である。この提唱のあらゆる検証には異常な収益の差しえが必要になるために市場効率性の検証を不可能にする結合仮説問題に直面する。モデルが要求される収益率を正しく規定するかどうかがわからなければ市場が効率的かどうかを知ることはできない。その結果、 株価モデルが間違っているか市場が非効率かのどちらかであるという状況になりどちらが正しいのかを知るすべはなくなる。株式市場の実績は主要取引所のある都市の日照量と相関があると述べられている。ランダムウォークの鍵となる研究は1980年代後半にアンドリュー・ローとクレーム・マッキンレイによりなされた。彼らはランダムウォークが 全く存在していないことを効果的に論じている。この論文が学会にアクセプトされるまでには約2年を要し、1999年にそれまでの彼らの研究論文を修正した Anon Random Walkdown Wall s ト o r t を発表した。心理学的なアプローチの一つの問題点としては最低取引を通じた 金融市場の価格調節機能が働かないことの最もらしい説明ができないことである。その問題点を解決するために用いられるコンセプトとして最低の限界がある。そもそも金融商品の価格が非合理な投資家の売買行動によって適正な価格から逸脱すれば最低機会が生じ合理的な投資家は反対売買を行うことで利益が生じる。 この反対売買の結果として価格は再び適正な価格に修練する。ミルトン・フリードマンに橋を発すると言われている。この議論は市場の効率性を擁護する議論としてたびたび用いられてきたが、この議論に基づけば、もし合理的な投資家が何らかの制約により、最低機会を解消するような反対売買を行うことができなければ価格は適正値から逸脱したままになる。 このように何らかの制約により、最低機械が消化されないことを最低の限界と呼ぶ。最低の限界についてはいくつかの理論モデルが定式化されている。最も代表的なものとして、アンドレ・シュライファーとの研究がある。シュライファー・とビシュニーは、当該論文中において、ヘッジファンドなどの合理的な投資家が、顧客から預かっている資金についての制約のために、 十分な反対売買を行えないことで、ノイズトレーダーと呼ばれる、非合理な投資家の売買行動が起こした価格の逸脱が継続するという理論的結果を得ている。最低の限界によるアプローチは、心理的バイアスを用いた手法とともに、金融市場における行動経済学の主要な方法論の一つになっている。経済学者、マシュー・ビショップとマイケル・グリーンは、 仮説を完全に受け入れることは理性を失った行動が市場に本当の影響を与えるというアダム・スミスとジョン・メイナード・ケインズの情に反していると指摘した。経済学者ジョン・クイジンはビットコインはおそらく純粋なバブルの国情の高例であると述べ、これが効率的市場仮説の決定的な反駁を提供していると主張した。他の通貨として使える資産、金、 タバコやベドルは人々が支払い方法として受け入れる。意思とは独立した価値を持つのに対し、ビットコインの場合はどのような価値の種も存在しないとして以下のように述べた。ビットコインが実際の利益を一切生み出さないため、人々が所有したがっているという保証によって値上がりしているということになる。しかし、利益のフローや流動的価値がない中での終わりのない値上がりは、 効率的経済仮説が起こり得ないとする種類のバブルに正確に該当する。キム・マン・類は2013年に熟練トレーダーと初心者トレーダーの実績の違いは管理された鍛錬にあると指摘した。市場が本当にランダムウォークするのであれば、これらの2種類のトレーダーの間に違いは出ないはずである。しかし、テクニカル分析に明るいトレーダーはそうでない。トレーダーよりも、 はるかに高い実績を上げる。チリジマルワラは、市場に人工知能を搭載したコンピューターのトレーダーが増えるほど市場は効率的になっていくため、人工知能が効率的経済仮説の理論の適用可能性に影響を与えるのでは、以下と推論した。ウォーレン・バフェットも、また効率的経済仮説に反論していて、 特に注目に値する1984年のプレゼンザスパーバイセスオブグレアムアンドダッツビルにおいて世界最高レベルの運用投資会社で働く株式投資家の圧倒的多数は投資家の成功は運で決まるという効率的経済仮説の主張に反論していると述べた。マルキールはプロのポートフォリオマネージャーの三分の二が1996年までの30年間にわたって S&P500 指数を超える実績を出せていない。しかも、ある年に実績が高い人とその次の年に実績が高い人の間の相関は、ほとんどないことを示している。2007から2008年の金融危機は、効率的市場仮説を新たな政策と批判に、さらすことになった。マーケットストラテジストのジェレミー・グラントハムは、仮説を信じることで、フィナンシャルリーダーたに、 株式バブル崩壊の危険性を長期にわたっての低い見積もりを持たせたと主張し、この金融危機は効率的市場仮説に責任があると断言した。著名なジャーナリストのロジャー・ローエンスタインは理論を激しく非難し、現在の大いなる抗体の良い面は効率的市場仮説として知られる学術的なノストラムの心臓に悔いを打てたことだと、ことした。 元連邦準備議長のポール・ボルカーは同意して、近年の金融危機の原因の中でも、合理的期待と市場効率性への正当化されない革新は明らかに、攻めがあるとしあるフィナンシャルアナリスは、2007から2009年までは、効率的経済仮説をありのままの真実として信じ込んだ共振者でなければ、ならなかったと言及している。 証券監督者国際機構の2009年6月開催の年次会議では効率的市場仮説が中心的な話題となった。フィナンシャルタイムズのチーフ経済コメンテーターのマーティンウルフは実際の市場の活動を検査するのに使えない方法ということで効率的市場仮説を捨てた。ピムコ代表取締役の批判はそれほど急進的ではなく、 仮説は失敗してはいないが、人の設理を無視しているという点で、重大な欠点を抱えていると述べた。金融危機は、著名な判事で、シカゴ大学の法学教授であり、法学と経済学の革新者であるリチャード・ポーズナーを、仮説から離れてある程度のケインズ経済学への信用に回帰させた。ポーズナーは一部のシカゴ大学の一部の同僚たちを、分岐点で寝ていると非難し、 金融業の規制改革のムーブメントは、レッセフェール資本主義の男性、あるいは自己治癒力を誇張ってあまりにも行き過ぎていると述べた。ファーマや他の学者たちは、仮説は危機の間はよく保たれ、市場は後退の犠牲になったのであり、原因ではないと述べた。しかしファーマは、情報を持たない投資家が市場の道を違えたために、株価がある程度不合理になったと述べた。これは、 内輪の情報を作って、従来の開示方法の精度を下げ、市場参加者の評価と正しい値付けを困難にさせる、新しい複雑な商品を開発することにより、証券会社が市場の効率性を減らすということができてしまったという、批評家の示唆を認めたことになる。効率的市場の理論は、証券集団訴訟の分野で自問題に応用されている。 効率的市場理論は市場に対する詐欺理論とともに証券集団訴訟の正当化及び被害見積もりのメカニズムとして用いられている。ハリバートン事件の最高裁訴訟では証券集団訴訟を支持する効率的市場理論の使用が認められた。ロバーツ最高裁判事は最高裁判決はあまりにも効率的市場理論に依存しているとはい。 利用可能な直接証拠を許す基本の判決に則っ,っていると述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。